今回第4回目となります。賢く痩せる、体重を減らすために知ってほしいこと。今回のテーマは運動で消費されるエネルギーの計算というテーマでお話ししていきたいと思います。運動をして、たくさん汗をかいたし疲れたからたくさん食べても大丈夫、そういったことを考えている方非常に多いんじゃないかなと思います。それって本当に大丈夫なのでしょうか、ということで、実際に運動で消費されるエネルギー量を、計算する、ザル勘定にならないためにも、正しい計算方法というものを知っていただければと思います。ではまずはこちらのスライドからです。日常生活の身体活動強度というふうに書かれたスライドですが、座位安静、一番左の白い部分ですね、座っている時の、運動の強さ、代謝量ですね、どれだけエネルギーを使っているかというものを基準として、読書をしている時、入浴、身支度、ここではちょっと運動の例として、ヨガとかピラティスとかっていうのを出しています。黄色の部分ですね。その他にも通勤、早歩き、階段、下り、上り等々、ごくごくわずかではあるんですけども、こういったものを例として出しています。安静時と比較して階段上りが日常生活では一番、比較的大きい方になります。だいたい6倍のエネルギーを座っている時に比べると必要としてくる、通勤などでは4倍ですね。で、通常の歩行ですとだいたい3倍に相当するエネルギー量が必要というふうになってきています。ここでは表示してませんが、こういったように、その他のさまざまいろんな活動、体を動かすということに対して、運動の強さ、身体活動の強さというのをこの3つですね、 MET で小文字の S、 3つという、運動の強度の強さ、単位ですね、で表すことができます。で、この3つ強度っていうのは、インターネットとかで調べていただくといろんな活動の3つ強度今出てるかと思いますので、そちらご覧いただければ皆さん自身の活動の強さっていうのは、わかるかと思います。で、この3つ強度がわかると運動で消費されるエネルギー量を計算することができるんですね。で、その計算式がこちらのスライドです。消費エネルギー量、活動に伴う消費エネルギー量を出すためには、この3つかけるご自身の体重キログラムです。そしてそれを実施した時間かける 1.05 の、この計算式に当てはめると、おおよその消費エネルギー量、キロカロリーを算出することができます。ここでは例として、体重70キロの人が犬の散歩括弧3メッツに相当しますを1時間30分実施した場合の消費エネルギー量を計算してみますと、3メッツかける体重の70キロかける 1.5 時間かける 1.05 で約331キロカロリー、この犬の散歩1時間半で消費したということが計算で出すことができます。で、これを見て、たったそれだけしか消費してないの、1時間半も動いたのに、散歩したのに、そう思われる方中にはいるかと思いますが、これが、現実なんですね。このように運動の強さ、体重、時間によって得られる消費エネルギー量っていうのは意外にも少ないと思われる方が大半かと思いますが、中にはこんなもんだよねというふうに理解される方もいるかと思います。で、実際のところ運動で減量をするためにはどれぐらい動いたらいいのというのを、ガイドラインで示されているんですね。それがこちらのガイドラインです。こういった専門の、学術的なガイドラインでは、運動だけで減量するためには、中等度、高強度の強い運動ですね、ほどほどの強さから強い運動を毎日週に7日間実施して、その7日間で、消費するエネルギー量、中身としては2000から2500キロカロリーを1週間で運動で、頑張って
消費することを推奨しております。で、下の方にまた例を出してるんですけども、体重100キロの人の場合、ジョギングを約20から25キロ1週間で行わなきゃいけない。そもそも体重100キロの人がジョギングを1週間でこれだけの距離を毎日、分割してですね、7分割にして行う、まあ1日3キロから4キロぐらいですかね。で、やっても脂肪の減少量としては、体重として143グラムから179グラム程度しか減らないんですよね。これが現実です、といった具合に、運動のみで減量をしようとすると、これだけ大変なことをしたのにそんな量が減っていないという現実を突きつけられます。こちらのスライドは、私が実際に減量指導をした時の方の内容です。運動のみで、食事はちょっと変えたくないという方でしたので、運動のみ 88.5 キロでスタートした方が、どうにかこうにか説得して、食事療法、食事も頑張って減らしていきますということに同意いただけましたので、 86.5 キロまで運動のみで体重が落ちた時に、食事を始めた途端に、見てわかる通りにみるみる体重減っていくんですね。それだけ体重の増減には食事の影響が強く反映されているということがわかります。先ほどの一つ前のスライドのように、やはり運動のみで減量するのは難しい、決して減量できないという意味ではありませんが、減量するのは運動のみでは難しいということがご理解できるかと思います。といったように、今回の内容をまとめさせていただきたいと思います。運動で消費した分、食べても大丈夫というザル感情は非常に危険ですので、それはやめた方がいいかなと思います。事実、運動ではそんなにエネルギー量は消費されてないということが、計算で分かったと思いますので、実際に何の運動をどれだけしたのかで、皆さん自身で、カロリーを計算されてみてください。で、運動だけで減量しようとしない、食事も気をつけていただくことで、体重を効率的に減らすことができますので、食事運動合わせて気にされていただくということが、減量にとって非常に大切になってきます。